こんにちは、かつきです。今回は2020年、5月の4日に発表された、Apple の MacBook Pro、13インチですね、の2020年モデルの紹介をしたいと思います。それでは行ってみましょう。今回発表後すぐに予約したので、結構早く手にすることができました。速報版としてベンチマークのテストの結果を紹介したいと思います。実は私は2019年のモデル13インチの MacBook Pro を去年買ってバリバリ使っていたんですが、今回完成形になったと感じたので、ほぼ即決で予約してしまいました。せっかくなので2019年モデルと一緒に比較しながら紹介していきたいと思います。ちょっと、サクッとセッティングしてしまいます。はい、それでは、起動画面まで行きましたね。なんかちょっと設定しててちょっと気になったんですけど、なんかここがガタガタするんですよね。もしかしたらちょっと歪んでるのかもしれないです。ちょっと机が位置をずらしてもなんかちょっとガタガタしますね。ちょっと気になります。で、今回私が購入したモデルは13インチの上位モデルになります。そして CPU を i7 にして、メモリを 32GB で、ストレージを 2TB にしました。今まで2019年モデルは 16GB までしかメモリが積めなかったんですけども、今回 32GB は積めるようになったということで、これは私が購入を決めた大きな理由の一つであります。私は、YouTube、この動画が上がっているのはサブチャンネルなんですけども、メインチャンネルの方で、車を紹介する車系の YouTube 動画をアップしてまして、その編集の際に 4K 動画なんかを編集していると 16GB だとたまに重くなることがあって、もうちょっとメモリが欲しいなと思うことが何回かありました。それが今回 32GB になっているので、そのあたりが解消できるのかなと期待しています。あとはストレージなんですけども、2019年モデルでは私は 1TB を選択していたんですけども、今回ストレージがすごい安くなっていたので 2TB にしてしまいました。これも動画を編集していて、私は Final Cut Pro 10 を使って編集しているんですけども、レンダリングのファイルが結構 4K 動画だと結構容量を食うんですけども、何個かやってると気づくとディスクがいっぱいになってしまうっていうことが何回かあったので、まあ、価格が安いなら 2TB にしようということで、ストレージは 2TB を選択しました。それでは早速ベンチマークのテストに移りたいと思います。準備はできました。まずはじめに試したいのは、Geekbench 5ですね。これを同時にちょっと実行してみたいと思います。あ、その前にそれぞれのスペックについてもう一度ちょっとおさらいしておきます。まず2019年モデルは、私はモハベのまま使っています。で、プロセッサーは、Core i7 アップグレードしています。で、メモリが 16GB で、ストレージが 1TB というモデルです。で、今回の、2020年モデルはプロセッサーは Core i7、 これもアップグレードしています。で、メモリが 32GB でストレージが 2TB になります。はい、それではまず CPU のベンチマークですね。これを、同時にスタートしたいと思います。用意スタート。2020年モデルの方が少しだけ早く終わりましたね。はい、出ました。2019年モデルは、シングルスコアが、
1114で、マルチスコアが4336。それに対して、MacBook Pro の2020年モデルだと、1378、シングルスコアが1378で、マルチスコアが4924になってますね。今回2019年の CPU は、インテル Core i7 の 8569U ですね。それに対して、2020年モデルはインテル Core i7 の 1068NG7 という品番になっています。どちらも、クワッドコアの8スレッドで一緒なんですけども、結構差が出ましたね。で、ベースの、クロック周波数は、2019年の方が、2.8GHz で、2020年は 2.3GHz になってて、周波数だけ見ると2019年の方が高いんですけども、結構差が出ましたね。思ってた以上に、性能アップしています。はい、じゃあちょっとこれは後ほど何回かテストをしてちょっと平均値を貼っつけておきたいと思います。ちょっとスクリーンショットだけここで撮っておきます。はい、続いて、CPU の次は、これは GPU ですね。GPU のテストに行きたいと思います。GPU は、メタルと OpenCL の2パターンあるんですけども、まず OpenCL が選択されているんで、OpenCL で比較したいと思います。はい、それでは行きます。スタート。はい、出ました。2019年の方が、これが、OpenCL ですね。7993に対して、2020年の方は8675ですね。これもかなり、性能アップしてますね。はい、じゃあこれもちょっとスクショを撮っておきます。はい、続いて、もう一個ですね、メタルの方も、試したいと思います。はい、それではいきます。スタート。はい、出ました。メタルに関しては2020年のモデルはすごい早く終わりましたね。2019年モデルの方は、メタルのスコアは7805です。2020年の方は9621となりました。かなり差が出ましたね。じゃあこれもちょっとスクショを取って。はい、続いてシネベンチですね。シネベンチの R20 で、比較してみたいと思います。それでは行きます。はい。はい、終わりました。とシネベンチの結果としては、2019年の方は、これはマルチタスクの方だと思うんですけども、1725と、2020年の方は1992ということで、こちらも結構な差になりましたね。これは、
シングルコアも多分できると思うんで、こちらもちょっとやってみたいと思います。スタート。はい、終わりましたね。シングルコアだと、2019年の方が467、2020年の方が466ってことで、ほとんど同じようなスコアになりましたね。これはちょっと何回か、試してまた平均値を、貼り付けておきます。はい、最後に、SSD の速度ってことで、ブラックマジックの、ディスクスピードテストというアプリで、比較をしてみたいと思います。2019年のモデルの方は 1TB で、2020年モデルの方は 2TB で、容量が違うので多分速度は全然違うと思うんですけども、参考にしてみてください。それではいきます。スタート。ちょっと何も調べずに使ってみたんですけども、このアプリストップしないと永遠にテストし続けるみたいですね。なのでちょっと途中で止めたんですけども、見てた感じ2019年モデルの 1TB の方がライト、まあライトは同じぐらいだったんですけども、リードがだいたい 2500Mbps と、2020年モデルの方が 2000Mbps ぐらいになっていて、リードの速度が2019年モデルの方が速そうな結果になっていました。これはもしかすると今回2020年モデルでストレージの価格がかなり、下がっていたので、性能をちょっと落として価格を下げたっていうことになっている可能性がありますね。ちょっとこれは、まあ私のこの今回購入した PC だけ、Mac だけの結果になりますので、ちょっと今後他の方の結果なんかも、チェックしてみたいと思います。はい。以上で今回のテストは終わりにしたいと思います。Geekbench と Cinebench と Blackmagic のディスクスピードテストの3つやってみましたが、CPU に関してはかなり性能が上がっていそうな感じの数字が出ていました。SSD、ディスクに関しては2019年の方がいいスコアが出ていたので、ここはちょっと、気になるところですね。まあその価格が下がったことによって性能もちょっと抑えているっていうことであれば、まあ仕方がないかなと思うので、問題ないんですけども、これが他の方のテスト結果だと、違う結果になってるってなるとちょっと不具合っていうことが考えられるので、ちょっとそこは心配ですね。以上で今回のテスト、2020年モデルの紹介とテスト結果の紹介を、終わりたいと思います。次回は、ちょっとちゃんと2020年モデルのセットアップもした上で、動画のエンコード時間なんかを、比較したいと思います。で、私は普段、13インチの MacBook Pro に、eGPU ですね、外付けの GPU を使っています。これは、Razer Core X Chroma っていうエンクロージャーに、中には、Radeon RX の Vega 64っていうのを、搭載しています。これをそれぞれにつなげて、またちょっと動画のエンコード時間なんかを比較してみたいと思いますので、興味のある方はぜひチャンネル登録をして、次回の動画を、楽しみにしていてください。それではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。